はい、みなさんこんにちは。リリンちゃんのね、リリンちゃんのボイスがね、安定しない。はい、カンナと申します。よろしくお願いします。では行きましょう。前はメイドちゃんのね、お友達を見つけたから、これをね、お渡しに行こうかなと思うんですよ。見つかった謎の生き物を手渡しでした。人にありがとうっていうことに慣れていないの。でも何か助けてあげられない？あの、ここから出してもらえるだけで一つだけある。あの、行く手を阻んでるあれは、この家で行く手を阻むようなものはあってはなりません。メイドとしてどかします。うわ、あー、あの道のやつか。すげえ、サクヤさんかな。すごい瞬間移動したで。マジでなんかサッキュンみたいな感じ。開きましたね、ありがとうございます。セーブします。強そう、仲間になったらめっちゃ強そう。なんかサッキュン的な何かを感じましたが、行きましょう。お、調べます。古い薄汚れた絵本。大丈夫ですよ。彼女は火を放った。燃え盛る炎は凄まじい速さで広がった。そしてすぐに全ての炎に飲み込まれた。悲鳴、絶叫と悲鳴がこだまする。しかし彼女の耳には入れなかった。彼の正気のない目を近くで見つめていた。ずっと一緒にいられる。そんなことを考えながら手を強くから強く握っていた。重要なものもどうでもよいものも何もかもが炎に焼かれ灰にと変わっていった。何も残らなかった。ただただ何も。この洋館にいた人々全員が死んでしまった。そうあるべきだった。はあ、あ、回復薬を2つ。これはでかい。椅子が動いた、椅子が動いた。ちょっと戻ります。椅子が動いたんでね、ちょっとセーブしようと思います。はい、セーブしました。あれ、椅子、椅子動いたぞ。これ、これは、うわ、なんかおったけど戻ろう。精密な鍵を使いますか。はい。え、これどっちに行くべき。さっきのなんかおる、なんかおる、なんかおる。待って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 、小判コロか。雨の音がとても綺麗。ここでは毎日雨が降る。夜明け前には一度止まるけど、その後また降り始めて止まらずに夜まで降る。でも一つとして同じものはなくて、雨音にはどれも繊細な違いがある。どうしてどうして毎日同じことを何度も言うの。あのね、私は雨を見ながらこのセリフを言う以外に何もしたくないの。この洋館を離れることができない以上、私は外の世界の変化はここで感じることしかできない。お前は誰だ。ああ、ところで彼にどこか出会ったら来るように伝えといて、彼がいた方が面白いから。はあ、あなた誰。なんか結構ケムクジャラな気がしますね。とりあえずね、ちょっとセーブしてきます。はい、セーブしてきました。花粉のせいでお花がムズムズする。はい、行きましょう。パッパラッパパッパパララ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 ラ。あ、なんかいますね。グリとグラかな。踏めるんやけど話しかけられないのかしら。話しかけられないわね。まあいいや、行こう。縁かないって。よし、行くか。え、さっき見た、さっき見た、これさっき見た。あー、無限ループって怖くね状態でございます。これが俗に言う無限ループでございます。うおびっくりした。何を求めてるのお姉さん。びっくりした。つまんない、つまんない。一緒に遊ぼう、一緒においで。幽霊狩り。レナは走る。そしてレナはあなたを捕らえようとする。失礼。10秒、制限時間は10秒。レナに捕まえて、レナに捕まらなかったらあなたの勝ち。え？ What？ 仮にレナを捕らえたとしてもレナは走り続ける。立っていてもつまらないから。そして3秒数える。始めましょう。3秒で2、
1、2、3。レナってこいつか。おい、あなたは負けました。遊び続けましょう。タイムアウト。レナってどっち？この子じゃないん？この走り回った方がレナやろ？レナ、どっちもレナか。タイムアウト。あ、ま、ちょっと待って。おら、ゴキブリ。え？次はレナやつか。どういうこと、どういうこと、どういうことだってばよ。どういうことだってばよ。え、どういうこと？は？あなたは勝ちました？は？楽しかったね、レナ。楽しかったね、レナ。だからさよなら。迷惑かけてごめんね。え、めっちゃ可愛いんやけど、この二人。はあ。セーブがしたい。いてて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 。よいしょ。はい、セーブしてきました。あれ。よいしょ。はい、行きましょうか。あの双子どこ行ったの？いや、実際には一人だよ。え、一人。まあ、彼女は地下の官房にずっといられて、入れられてたからね、一人ずっと孤独で二重人格になってしまった。そして自分の魂も二つに分かれてしまったの。そのせいで彼女の霊は死後二つに分かれてしまった。彼女は一緒に遊んでくれる人の存在を強く望んでいた。あの二人すごく幸せそうでしょ。そんなこと聞いていい感じはしないね。ほう、デリーは優しいのね。デリー、ああ、デリーって呼んじゃダメ？もっとあなたとは友達な感じでいたいんだけど。ああ、いいけど。はあ、読みましょう。本がある、本がある。今日もいつものように一人で過ごした。何も起きなかったし誰も来なかった。私は一人静かにベッドに横たわる。一人でいつも悪夢で目を覚ます。まれに良い夢を見ることもあるけれど、起きるとすぐに深い深い孤独感に包まれ、もしこうやって死んだら楽になるのかな。うん、どうだろうね。4回セーブがしたい。なんか嫌な音がした。なんか嫌な音せんかった今。シャキンっつったで、ね、シャキンっつった。シャキンって言った。なに、髪切れた。日記、はい。変な感じがする。もう自分が自分じゃないんだ。何が起きたんだろう。何を思い出そうとするけど何も思い出せない。お母さんは私のことを全く気にかけていなかった。ずっと部屋に閉じこもっているし、私はお母さんが何をしているかも知らない。あの日の夜、私は自分の体にひどい火傷を負った。そこでようやく思い出した。火事のことで炎に包まれていたことを。でもそれならどうして私は立って普通に歩いているんだろう。炎による激痛を思い出して急に怖い感じがした。怖い、私も怖い。シャキンシャキン、ちょっと待って。怖い、シャキシャキよ。何？何やこれ。は？これか。これは走らん方が良いですね。あ、なんかちょっと、でもなんかある、なんかある。あれ、あれのとこに行きたいな。どうしようかな。この壁はなんかへこんでる気がする。よっかかりますか。はあ、穴が開いたよ。ちょっと待って。あ、ワンコー。はい、セーブしました。だけどね、時間まだある。あ、なんかある、なんかある。まあセーブしたから死んでも大丈夫。なんかある、なんかある。赤い、青いビーズか。赤、どっからどう見て赤やねんって感じやな。青いビーズを手に。え？え？水晶で、はあ。なんかすごい明るくなったな。大丈夫これ。あ、なんか一定になった。まあ、ええわ。なんか明るくね？セーブしまーす。念のためセーブは分けました。
石板には数字が3つ刻まれている。13、12、18、メモ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 の用意。メモをね、こうやってね、写真なんです。引きますか？いいえ。13回引くとかなんかな。ちょっとそれやったら簡単すぎる気がする。人の影がある。何や貴様、ちょっと待って。うわー、暗闇を不安に思うより一歩のろそくに灯しなさい。よくわからんことを書いてありますね。お前は誰だ？あ、見つけた。彼はあの文芸青年のいい友達だよ。おーや、あとあの男の人まだ雨を見てる。え、今日もまたか。何百回も見てきたのにどうして飽きないんだ。まあ今日は行って彼を見てくるよ。でも明日あの人には話さないよ。まあところで右から2番目のは本物だよ。なんかさっきのレバーみたいな感じかな。もしかしてレバーのやつか。右から2番目が本物よ。本物だよ。 OK？ なんかレバーかなって思うけど、他。いやあ、なんかある、なんかあるけど取れへんな、あれ。生命の水、泉について高密度魔法なんちゃらいけ、魂をそれにつければ魂は癒されて生命の力を得る。この方法だと植物の成長速度が上がる上に長持ちする。しかしあまり長く生きたいにつけるだめだだだだだ、時間に気をつけよう。はい。まあまだなんか来るとこじゃないっぽいな。こっちちょっと待ってな。まあここは開かないでしょう。それは分かっておりますよ。ちょっと待ってよ。あー、ポケモンで見たことがある。ちょっと待ってね。ちょっと失礼。わあ、くしゃみが止まらへん。すいません。これなんかポケモンのさ、ジムで見たことがありますよね。わかります？わかる方いらっしゃいますかね。タタタン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 タタンタンタンタタ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 タンタン。お、来た、適当や。ほんでさっきの人が言おったヒントやな、これが。右から2番目のは本物。はい、多分これ、あうす、これやな。種を手に入れた。他開けたら多分ダメージ食らうんやろ。やめとこ。なんかそんな気がする。種？種といえば植物がなんちゃらって言ったよな。はい。あ、渡れるようになるのね。帰ろう。あ、これもう取れへんの？取れへん感じか。オッケー。よし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 、オッケー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 、セーブセーブセーブ。セーブします。ふぅ、さてここだ。ここがよくわからへんね。ちょっとあのか、数字がさ書いてあったからさ、13、12、18ってさ、その順に動かしますかね。その順じゃない、その数だけ動かしましたかね。たつたつ待ってね。今日はすごい天気がね、晴れてるからね、あの晴れとるから、あの花粉がすごい飛んどっからさ、ほんで暑いから窓を開けとるよんでんでしょ、それね。花粉が入ってくるんですよ。とりあえず13、12、18って書いてあるんですよね、ここのね、このペーパーにね。あ、だからアルファベットのこと。アルファベット。なるほど、13番目のアルファベット、12番目のアルファベット、18番目のアルファベットってこと。はあ、なるほど。待ってよ、13 12 18 13 12 18 MLR。 これはちょっとまだ分かんないですね。
おい、どういうことだってばよ。どういうことだってばよ。待って、マジでどういうことだってばよ。は？え？どういうこと？どういうこと？あ、はい。あ、赤くなった。あーあー、なるほどなるほどなるほど、 MLR で、はあ、レフトライトな、はい、真ん中はなんていうんやったっけ、真ん中違う、レフトライト真ん中、え、ちょっとわかんない、真ん中ってなんて言うんです、なんて言うんですか、わかる、ちょっとセーブします。はい、さてね、お時間もね、良いことなんでね、今回はここまでにしたいと思います。結構進めた感じがするような、せんようなって感じのスピーディーさなんですけども、これからもちょっと最後までお付き合いいただけると幸いでございます。では、また次回お会いしましょう。さよなら、バイバーイ。